とにかく後悔ないようにね、自分で選択して、でそれに向けて後悔が残らないように全力で取り組むっていうのが、まあ、きっとねそれが今後の人生においてもすごい財産になると思うので、一緒にね頑張っていきましょう。まあ、僕も絶対公認会計士万が一手抜いてで、まあ、落ちてでみんなの前でねこのね画面に向かって落ちちゃいました。ちょっとね正直もっと勉強できたんですけど手抜いちゃいましたなんて言う日が来たらもう多分一生後悔するので、そのことを考えたら今の勉強その後悔と比べたら苦じゃないですよね。まあ普通に楽しいです。はい、結論から言うと楽しいので、結論から言うとっていうか、まあ、楽しいのでね、苦じゃないっていうのはそうなんですけど、まあこれはある意味で自己暗示でもあります。楽しいって言い続けたらね、あ楽しいかもって思いますね。毎日勉強するんだったら楽しいっていうぐらいのモチベーションを持っとかないと続かないですからね。しんどいよしんどいよって言いながら毎日やってたらきっとまあ勉強効率も落ちるでしょうし、精神的にもしんどいと思いますし、まあ自己暗示でもあり、その過程で本当に楽しくも感じてますしみたいな感じです。はい。